せーの、スリーツーワンヨシエクスト。タトカルです。はい、はい、今日はですね、皆さんに嬉しいお知らせがあります。イエイ。久しぶりの嬉しいお知らせですね。そうやな。はい、なんとですね、はい、夏休みやっと皆さんに会えるイベントが決定しました。イエイ。はい、ということでですね、まあでも、もう知ってる人も多分いるんですよ。まあ実は2個あるんですよ。2つあるんですよ。多分1個はみんな知ってると思う。そうやな、おそらくね。うん、もう1個増えちゃったんですよね。それは今日初めてこの YouTube で発表するものになるんですけど、はい、まあとりあえずその1つ目の方からいきましょう。まず1つ目は、はい、8月の22、23で2日間あるんですけど、おた人が揃うのは23日です。場所は由比ヶ浜です。リアクションないの。いや、ずっと喋ってんなって。全部ヒカルに言わ。聞いてた。あ、なるほどね。はい、由比ヶ浜です。時間がですね、朝の11時から14時が1部で、14時から17時が2部になります。で、23日は私は1部も2部もどっちもいます。で、おたくんが2部から来ますね。なんで、まおたひかが揃うのは23日の14時から17時になります。まあちょうど時間的にも来やすいかなという感じなのでね。そうやな、由比ヶ浜なんで。どこだ、神奈川県か。そうそうそう。はい、ぜひね、時間ある子は来てください。はい、で、これどんなイベントかというとですね、うん、まず僕たちアメバ TV の今日好きになりましたという番組に出てたんですよね。2人とも出てます。はい、まあ過去なんですけど、うん、まあ出てて、うん、他のメンバーさんたちもいるんですけど、うん、まあそれに僕たちね2人で出演することになりました。はい、どんなイベントかと言いますと、うん、僕たちもそうですけど、メンバーみんなと写真が撮れたり、うん、あとはまあ話せたりいろいろ。そうやな、うん、まあ普通に海の家ってあるじゃん、食べ物とかいろいろ売ってるところにヒカルが行って、だからもう店員、そうやな、スタッフさんみたいな、そうそうそう、感じでイベントをやってて、うん、食べ物物とか、その京好きグッズとかもいっぱい売ってて、うん、グッズちょっともらったんですけど、めっちゃ可愛いんよ。確かに可愛い。 T シャツとか、iPhone ケースとか、鏡とか、タオルとか、いろいろあるんやけど、そのグッズとかも売ってるし、普通に海遊びに、ついでとかでも全然来れるから。そうだね、夏休みぜひ時間ある方は来てください。はい、来てください、はい、お願いします。待ってます。お願いします。あ、そうや、23日は2人ともいるんですけど、22日私一部だけ、私一人で、うん、いるので、ぜひよかったら22も来てください。23日行けないよって子はね、そうやな、光るだけでもぜひね、会いに行ってください。はい、詳細というのは、あの概要欄から多分飛べるようにするんで、そうやな、ぜひそこをチェックしてください。はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあ残りもう一つは、はい、まず日にち、まあ日にちからみんなチェックするやん、やっぱり。そうなんだよ。絶対日にち、そう、はい、押さえてもらわないと来れないっていう問題があるんで、スキピ。いいの、そんな簡単にスキピって言って。スキミが強い。あんま変わんない。はい、日にち8月31日。あら、最終日、ドンドン。ワンチャン始まってる人いるよ、みんな。学校マジで早いるよ、全然。そう、時間、はい、14時から16時。おお、一番交通ルート。初めて聞いた。誰？はい、場所はさっきちょっと由比ヶ浜遠かったんやけど、うん、これは渋谷です。いや、嘘って言った。駅は原宿です。明治神宮前から徒歩5分のところですね。 BA2 アートギャラリーバーツ、ちょっとわかんないけど。おい、これはですね、フォトブースに、うん、あの人気の、まあ、インフルエンサーさんや、あの俳優さんが来るんですよ、うん、それに僕たちも呼んでいただけて、はい、自分たちもこう、まあ、インスタ映えのスポットで、うんうんうん、まあ、憧れのインフルエンサーとツーショット撮影ができますと書いてありますね、うんうんうん、そう、なんでまあそれも写真撮影ができるということで、うん、でこちらね、なんとですね、無料となっております。無料です。来た人は全員写真が撮れます。そうです、ツーショットで。これもう珍しいですよ。そうやな、確かに。なんかイベントやるにしても、うん、席1枚1000円とか1500円とか入場料とかいたりするけど、うん、これは何にもお金がかからないので、まあちょっと来てもう一瞬会いに来て帰るとかでも全然できるので。そうですね、皆さん珍しいイベントになってるので、よかったら会いに来てください。お願いします。お願いします。はい、はい、あ、これ俺らパジャマ着るやつやん。
あ、そうだ、だからパジャマ、朝なんでテーマがパジャマで、パジャマで俺らいるんで、ぜひ皆さん、はい、まあ俺らのパジャマ姿を見たい人はパジャマとスリーショットが撮れるっていう謎のちょっとすごいイベントになってるので、まあ、そうだね。はい、これもですね、まあ詳しい住所などはね概要欄の方に貼っとくので、ぜひチェックしてください。はい、まあまた近くなったりとか定期的にインスタの方でも告知したりとかもするので、うん、よかったらそっちでも何回かチェックしてもらえると嬉しいです。はい、ぜひ友達をお誘いの上、皆さんでどしどし来てください。はい、お願いします。待ってます。はいはい、ということで、ね、こういう風に発表したんですけど、うん、まあやっぱ夏休みね、まあ自分たちも結構どこも行けてないんですよね、まだ全然行ってない、行ってない、ね、家でもうファムと3人で戯れてる、それかも編集ずっとね、そうやな、なんですよ、うん、なんで、まあ、やっぱ最後のこう夏休みに、まあ、みんなにこう会えるということで、うんうん、まあ、俺たちもめちゃくちゃ楽しみなんで、はい、ぜひ時間がね、ちょうどあー行ってるなっていう子はぜひ、あの僕たち楽しませるんで、はい、遊びに来てください。お願いします、お願いします。はい、じゃあということで皆さん待ってますね大丈夫、これのせいでみんな来なくなるからやめて。はい、ということで最後に見ていただきありがとうございましたありがとうございました。ベロの病気かもしれないはい、ということで、じゃあぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんイベント来てください。バイチャ、以上バイお茶とこれでした。バイバーイ、待ってるね。